やばい。あ、マジでさ、ちょっと起動した瞬間に何かが起きた。ちょっと久々、ちょっとね、間空いちゃったんすけど、アークやってきたと思います。何だったっけ？あれか、ゴリラがいてさ、あ、ゴリラおるって言って、ゴリラテイムできねえかなとかやってたんだよね、多分前回ね。で、ゴリラに関しては、ちょっとね、続報が、ちゃんとありまして、あの、ゴリラはね、手渡しテイムらしい。なんか。何これ？これ何？デスアイテムキャッシュ、ディプロドクス。もうなんか、あざす。もらっておこう。ディプロドクスくんの死体やったな。んで、手渡しテイムって言ってたから、手渡しでなんかゲットできんね。これ怒られないってことだね。あ、ほんとだ。いって、バカバカたれい、バカたれい嘘やろ。え、どういうこと？え、めっちゃ怒ってくるやん、こいつ。え、どういうことよ。なんか俺の戦闘力が足りない？え、でも手渡しテイムの E 出たな、確かに。E 出たね、今ね。確かに出たね。E 出たから、なんか手渡しができる状態では。え、でもなんか、めっちゃ殴られたよ。一旦殴られたよ。待っちゃったなぁ。え？何を渡せばいいんだろう。おい、それとさ、後ろから近づく。でもあんま、こんぐらいでも怒んないんだよね。今ちょっとさっきはなんか、殺意があったか。背中に刺すなみたいな。マジ？もう結構止まるな、こいつ。ちょっと背中から。メジョベリ！お？え？食ってんの？テイムするといいことあるかな？こいつ連れて帰るの、ちょっときついな。え？あ、でもなんか、え、なんでさっき俺敵対してたんだろう。お腹空いてない。え、やっぱ怒ってる、怒ってる。やっぱなんか近づきすぎると怒るか、こいつ。一旦。え、でもなんか、え、え、すごい。え、え、強くない？スピノビルバイガーくん結構食らってな。あ、これわかんねえな。ちょっと強すぎてわからんな、一旦。なんか、あんなふさふさしてるから、毛があったかなと思ったけど、ないな。あいつ何ドロップするんやろな。よいしょ。なんかね、毛皮をドロップしてる敵とも、ドロップする敵とも、出会ってるっぽいよね、実は。もうだから、ちょっと期待したんだけど、みんな持ってないな。あれ？ちょっと、ここら辺の、怪我をくれそうな奴らを、殲滅するために出るわ。なんか大変なことになってる。キルログが、キルログが大変なことになってる。なんかアルゲンなんかちょっとずつ降りてっちゃうんだよ。これなんでだ。え、なに、どうしたの、どうしたの、あれ。え、なに、あれ、かわいよ。お前なに。ういー、カラフルだったけど、あいつなに。あれか、テラーバード、ワリオニクス、テラーバード。わからん、テラーバード、テラーバードってなんか、よう聞いたけどな。え、ちょっと毛皮が欲しいんです、私。あ、ちょっと待って、マップ。あ、戻ってきちゃってるか。戻ってこんくていいよ。まあ、今回のパートぐらいまではね、遠征したいんだよね、基本的には。遠征の旅に行きたくてさ。
マップ的にはこっちやね。このラインを攻めていく。でもなんもなさ、なんかカメレオンみたいなのいない？うわ、サソリだ。あ、ちょっとなんか来そうね、あれ。ちょっと危な。あ、待て、いるやん。間違えた。危ね。すいません、今なんか起きました。我がミスっている間に。よし、こいつ。これ死んでんの？え？よいしょ。ん？これ死んでます？え？死んでんのこいつ？いつ死んだお前？えげえ！なんか。あれ？俺が剥ぎ取りたかった。俺が剥ぎ取りたかったやつもおらんくなっとる。なかなかやな。なかなか難儀やな。これテラーバードか。あ、違う、ブルビア。あ、こいつか。あ、こいつでもなんか毛があるぞ、多分。毛ある系だろう。生肉と皮しかないわ。ガチか。バシこんなはずは。オッケーイ。こっちの方を散策していくぞ。とにかく今回怪我を手に入れるってことと、ちょっと新しいね、有能なモンスターを。カタツムリみたいなの、あいつ前もおったな。ういうい。ドローンじゃない、そうじゃない。こいつ当たらんて。ういえ、ちゃうてこっちやない。あ、なんか毒みたいになってない？俺これなってないわ。このぷよぷよ何だ、ぷよぷよ。ちょっと一回着陸し、え、ちょっと待って。すごい色のスピノがいる。え、あいつレベルいくつだろう。1。雑魚2。雑魚やな。行くぞー、山へ。山に行くぞー。スピード君に襲われたらみんな適当に対処して、よろしく。お前らならできる、俺は信じているぞ。やべえな、やっぱ怪我は欲しいな。めちゃめちゃ斜面急だけど、ガチこれ。あぶり。お山で糞を垂れてしまった。これさ、登ってこれんの、みんな。スピノビルバイガー君来てるの。いや、あと来てないやん。すごっ、サムネや。みんなどこ見えんな。下の方で引っかかってるかな。まあ、意外にちっちゃいやつの方が引っかかるんよな。ここは一応ギリ寒くないんやな。ここか。40度線、この山のてっぺんが、ちょっと眩しすぎな。山のてっぺんぐらいが40度やね。じゃあ斜面変えてこっち行くか。とりあえずあれだね、ちょっと合流センターかんない。探しましょう。おお、なんか向こうに凶暴そうなやつおるな、またな。あれでもバリオか。アロサウルス。
うおー、初めてや。え、なんか後ろにもおる。お前もアロサウルスか？アロサウルス地帯か、ここ。まずワンパンちゃうん。まずはワンパンちゃうの。おいよ。あれ？え、え？くっついてんじゃん。なんかああいう、ああいう、ああいうやつかと思って。え、何？で、誰と戦ってる？あ、バリオニクスだった。バリオちゃん倒してーの。え？え、ここなんか、アロサウルスくんこんなにごつい顔してるけど、あれか。確かになんか、強い恐竜がいるときに出る覇気が出てる。え、アロサウルス、どうなんだろう。いいのかな？あれ？違うな、お前。違う、話が違うな。話が違ったな。全然攻撃してきたな、アロサウルス。アロサウルスどうなんだろう。まあ、この辺も開けてていいなって思ったけどさ、拠点に。めちゃめちゃやばそうなのいるな。怖い。怖いよ。なんだあいつ。早っ。ブーメランみたいなやつ走ってったの。一応でも初めの、あ、待って、初めにさ、これもうほぼ初めのとこに近づいてきてんだよね。はじめにさ、あんま行けなかったとこに行けるんじゃない？言うても育ってるでしょ、こっち。ねえ。ん？え、なになに？今の何？今のめちゃめちゃ怖い声何？音楽。いや確かにちょっと強いテリジノサウルスだったけど。え？あいつのこと？で合ってる？一回着地。怖くないよ。僕らはね。初めの頃行けなかったじゃん、この辺って確かな。ジャングル地帯だかなんだかで行けなかったんだっけ？なんかダメだったじゃん。なんかだからさ、ちょっとそれはリベンジしたい感はあるよな。あの頃と変わったんだぜっていうところをね、見せたいよな。誰もついては来ていない。一旦。オッケー。なんか戦ってる。え？おいおいおい。ちょっと待って待って。押せ押せ！やれやれ！アルファラプトルだったのか。大丈夫？結構みんな、今日連戦が、レベル高くない？なんかさ、今までのとこさ、割とレベル1とかさ、あ、いた、いた。2とかさ、多かったけど、ここレベル高いよね。20いくつとかさ、え、ちょっとやばいかな。ハチミツある。え、ちょ、待って、もうやばいかも。ちょっとやばいな。ここもしかすると結構やばいゾーンなのかもしれん。ちょ、一瞬撤退するか。やっぱね、我がね、軍隊はね、無理はしないが鉄則だからね。ちょ、一瞬撤収しよう。いや、もう全然足りんがな。え、全部でさ、48、40、56、96、80とかだから、なんか300ぐらいいるじゃん。今俺13個しかないよ。え、なんかごめん。すまんすまん。え、やばいなぁ。ガチでやばい。こんなペースでやってたら日が暮れるな。まあ、日は暮れてるか。一旦日は暮れてるか。ああ。でも、やっぱり毛皮集めたい。
怪我装備作りたいな。どうしようかな。これ山越えなきゃいけないんやな。森越えんのだるいな。いや行ってみるかぼちぼち。よし、じゃあここ北に向かってきましょう今度から。オッケー。